身長低いけどモテる方法は金を稼ぐしかないですね。身長低い男性がね、モテるなら方法は、金を稼ぐとか権力を手に入れるっていう方法がありますね。身長低い人でもですね、実は人間って別に身長測ってるわけじゃないんで、高い低いってのを意識してるわけじゃないんですから、芸能人とか時々身長高そうに見えるけど、実際だったら低いって人が結構いますよね。あれはなんでかっていうと、人間ってね、権威がある人はね、身長高く見えるんですよ。そう。で、マックス5センチぐらいはですね、全然高く見えたりするので、普通に、教授ですって紹介した場合と、学生ですって紹介した場合、5センチぐらい差が出るってことが分かってるんで、だから、権力を手に入れるってのはいいかもしれないですね。身長が物理的にないなら、権力を手に入れるってのはいいかもしれないですね。女性も身長高い方がいいんですか？そんなことないと思うんですけど、女性の場合のスタイルの方が大事だと思うんですけどね。靴の中の中敷き買った場合ですね。中敷きってなんかエロいですね。はい、失礼しました。誰かも思ったより小さかった。俺でも、あれで173とか4ぐらいありますよ。そんなになんかすごい背高く見えるって人もいるんですけど、そんなにめちゃくちゃ背高いわけではないんですけどね、全然僕はね。足舐めたいとかね、勝手に舐めてるの。お尻の攻めか、教えてほしい。知らんわ。自分で考えてください、ね。思ったより小さかった。そんなに背高く見えるんだ。いや、全然。